キンプリメンバー、ハワイ聖地での大きな発表に向けての動き。ハワイでのキンプリ6人の聖地滝沢秀明のエンターテインメント会社、とべ、タレントたちの活動に注目が集まっている。11月25日の19時に重大な発表が予告されており、そのための準備なのか、それとも決起集会なのか、ファンは興奮の渦に巻き込まれている。 ハワイでの飛べタレント目撃情報飛べのタレントたちがハワイで目撃され、特に元キングプリンスへの平野市を、神宮寺ゆ太た、岸ゆ太の3人が結成したナンバーアイの活動がファンの興奮を呼んでいる。SNS にはハワイでの様子が報告され、それによれば北山博光も同地に滞在している可能性が示唆されている。 ファンたちはハワイでの飛べタレントの活動に期待を寄せており、各メンバーの活動が気になっているようだ。ハワイはキンプリの聖地ハワイは、キンプリのメンバーが6人時代に何度も訪れた思い出の地として知られている。ジャニー北川氏の時代には、キンプリメンバーが何度もハワイに連れて行かれ、雑誌の企画にも取り上げられた。 特に神宮寺は岩橋玄樹と親友であり、ハワイでの思い出を強調して語っている。11月25日の発表に向けてハワイでの活動が重要な要素となっており、ファンはその内容に期待を寄せている。11-25の重大発表はハワイから配信女性編集者によれば、 11月25日のトベの重大発表はハワイから配信される可能性があるという。ハワイは岩橋玄樹さんも言った6人時代の思い出の地であり、ファンにとっては特別な意味を持つ。ファンは発表の内容に興奮し、ハワイからの配信に期待している。トベ盛り上がる一方で、カウコン中止にファン嘆く一方で、旧ジャニーズ事務所はカウコン。 中止を発表し、これによりファンからは落胆の声が上がっている。ジャニーズ事務所の影響で大晦日の NHK 紅白歌合戦への出演もなくなり、ファンは年末の楽しみが減少したことに悲しみを感じている。トベは一方で明るい話題で盛り上がり、ファンは11月25日の発表に期待しているが、旧ジャニーズの中には厳しい状況が続いているようだ。 地殻変動、男性アイドル界の激動の年2023年は男性アイドル界にとって激動の年となった。ジャニーズ事務所のジャニー氏の加害騒動により、事務所の存続が危ぶまれ、他の事務所とのコラボが解禁されるなど地殻変動が起こっている。戸ベの活動はその象徴であり、11月25日の発表はこれまでの動きを受けたものと考えられる。 ヒラノ仕様、シンガポールでもファンに喜ばれるお茶目カニさんポーズ最後に、ヒラノ仕様がシンガポールでもお茶目なポーズでファンを楽しませている様子が報告されている。ファンは今後のハワイでの活動や写真投稿に期待している。ファンは平野仕様の活動に注目し、ハワイでの写真投稿を期待している。 トベのメンバーがハワイでの活動を熱心に行っている中、11月25日の発表が待ち遠しい。ハワイはキンプリの6人時代の思い出の地であり、ファンはその特別な意味を理解している。一方で、旧ジャニーズ事務所は厳しい状況にあり、ファンはカウコン中止などの落胆の声を上げている。男性アイドル界は激動の年を迎え、 トレの活動はその象徴となっている。11月25日の発表がどのような内容になるのか、ファンの期待は高まっている。